ということで、一応今の二次形式の道具を踏まえてですね、二変数関数の極値の判定法に進みます。Fxyを C に級として、あと AB で共に偏微分係数が0であるとします。で、この時に先ほど、やったのは、これを二次の項まで、二次近似までこう求めまして、で、この2回の偏微分に関する部分を、まあ、こういう形の結成行列を使った二次形式で表すというところまで言ってました。で、ここで注意していただきたいのは、この結成行列っていうのは、数値が入った行列ですね。全部数値が入ってます。なんでかというと、これ全部偏微分係数だからですね。で、これは数値が入った行列ってところに気をつけてください。ですので、この、結成行列を使ったこの二次形式が、正定符号ならば、この FAB は極小値。なぜかというと、もしこれが二次形式が正定、つまり、このどんな H と K に対しても、この部分が正になるっていうことは、この FA プラス H と B プラス K っていうのは、H と K が00でなければ、FAB よりも値が大きく、常に大きくなるということを意味するわけですね。ここは正定符号だから、ここは常に正になるから、全体としては FAB よりも大きくなるということになります。それでこの時は FAB は極小値であるということになります。で、逆に、この二次形式が不定符号、すなわち常に負になるっていうことだと、この部分ですね、HK が0でなければこの部分は必ず負になりますから、そうすると、その値って、この F の値は FAB よりも小さくなると。ということで、この場合は FAB は極大値であるということになります。で、最後に、この二次形式、この部分ですね、この部分が、不定符号が定まらない、符号が定まらない場合は、この H と K の取り方によって、この部分がですね、正になったり負になったりしますから、そこでは FAB というのは極値をではないと。極値を取らないと。FAB は極値ではないということになります。で、これを使って、次の定理が得られます。で、最終的に得られる定理が、教科書です147ページにある、定理 4.14 なんですけれども、一応ちゃんと確認しますと、D を R2 の領域として、FXI は D から R の関数で C2 級。それから、D の点 AB において、偏微分、1回の偏微分係数はどちらも0ですよという感じですね。ここですね。それから、この Q の AB っていうのは先ほど の結成行列 の行列式として、FXX の値と FIY の値をの積から FXI の2乗を引いたものというふうに置いておきます。で、この時に先ほど のスライドの言ってることの言い換えで次のことが成り立ちます。すなわち、まず、この AB における F の XX の値が正で、かつ、この Q ですね、この QAB が正ならば、この F はこの AB で極小値を取ると。それから、2番目は、この FXX の AB が負で、かつ、この Q が正ならば、F は AB で極大値を取ります。最後に、この Q の値が負ならば、F は AB で極値を取らないということが言えます。ということで、まず、このようにですね、この2回の偏微分係数を使って、この極値の判定ができるというのが今日の主な内容です。よろしいでしょうか。あと、若干の注意なんですけれども、今回の導出はかなり、僕がこの教科書から少し離れた形で、自分ので資料を作ってやりましたので、まあ、これをもとに皆さんも教科書の証明を見てもらえれば、大体の言ってることは僕の今日説明した内容とほぼ一緒なので分かると思うんですけれども、教科書の定理で出てくる判定に使われるこれデルタっていうのがあるんですが、これは今回の授業で使った Q の AB とは符号が逆ですので注意してください。で、その教科書の定理はですね、この符号 の向きが逆になってますので、そこをよく理解して読んでください。それからもう一つ注意はですね、この QAB、今回の QAB ですね、ここが0に等しい場合っていうのは、実はこの定理では極値の存在判定はできないということなんですね。ですので、その時にはまた別の方法を使って極値の判定をする必要があるという点にも注意してください。いいでしょうか。では、一応例題としまして、いくつかちょっと例題をですね、見ていきたいと思います。これは教科書の149ページにある例題 4.5 ということで、まあ、次の関数の極値を求めなさいというふうに言われておりますので、まず括弧1番ですね。
6x2 乗プラス 6xy プラス 3y2 乗マイナス 2x3 乗ということで、まず最初のステップでやることは、定流点の計算、すなわち、その、一体の偏微分係数が共に0になる点の計算ですね、をやります。そうすると、fx の偏微分係数と、それから、変動関数と、それから y の変動関数を計算して、でこれはどっと共に0になる点というのを計算すると、まずこれは xy が0、0と1、マイナス1であることが分かります。この時点でその極値を取る候補点がこの2点に絞られました。そこで、この場合はその先ほど、この授業のやり方に沿って、まあ、平成行列を計算するんですけど、まあ、これはそうですね、x と y 残したままで平成行列を計算すると、まあ、こういう形になります。で、平成行列を計算したら今度は、その先ほどの定流点、この2点において、この平成行列の行列式の符号を調べて、この極値の存在判定を行うという手順になっています。まず最初に、原点ですね、0、0では、この、平成行列の行列式は、36になって、正ですね。それから、あと、x の、2回の変動関数の偏微分係数ですね、0、0における偏微分係数は12で正ということで、まあ、どちらも正ですので、先ほどの定理からこの f はこの原点において極小値を持つという結論が得られます。そしてその極小値はいくつかっていうと、0、0における f の値ですので、まあ、これに0、0を代入すれば、まあ、0って出てきますね。というのがまず1点目ですね。次に、1とマイナス1における極値判定なんですが、これは、この9の0、0ですね。この形成行列の行列式を計算すると、これマイナス36になって負になるんですね。この段階でもう、f は0、0、あ、ごめんなさい、これ0、0なので、これ1とマイナス1、少しまで直しておいてください。1とマイナス1において極値を持たないという結論が得られるというわけです。まず、こういった形で、今日の道具を使っていくということを押さえておいてください。じゃあ、もう一台ですね。今日最後ですが、例題をやっておきましょう。これは fxy、括弧2番ですね。今の例題の括弧2番ですが、fxy として x2 乗プラス 2xy プラス y2 乗マイナス x4 乗マイナス y4 乗という式です。で、これの、まず定流点を計算しますと、まず x と y の変動関数を計算して、まあ、これが共に0になる点を求めますと、まずこれで xy は0、0と。それからプラスマイナス1プラスマイナス複合同順とこういう3点が得られます。で、次に平成行列をまず計算しますと、x の2回の変動関数と xy の変動関数、それから yy の変動関数から、まずこういう形の行列が得られます。で、3番目にこの平成行列の行列式の符号を調べますけれども、まず最初にこのプラスマイナス1プラスマイナス1乗から調べますと、この2点においては、あ、ごめんなさい。これもちょっと0、0じゃなくて、プラスマイナス1、プラスマイナス1ですね。ここも直してください。で、これの行列式は96で正ですと。それから、xy における偏微分係数、あ、じゃあ、プラスマイナス1、プラスマイナス2における xx の偏微分係数はマイナス10で負ですから、先ほどの定理から、これは f はここの2点において極大値を持つというふうになります。で、その極大値は、f にこのプラスマイナス1を代入、それぞれ代入すると2になりますと。まあこれ複合同順ですけどね、2になりますということです。で、最後に、この0、0の場合ですね。0、0の場合なんですけど、これ形成行列に代入して行列式を計算すると、実はこれ0に等しくなります。これ何を満ちていくかっていうと、この方法では、この0、0における極値の判定が不可能ということになります。そこで別な方法でその極値の存在判定をやるんですけれども、まあ、どういうふうにやるかというと、ここで見てください。f の h とマイナス h を計算するんですね。これ何をやってるかっていうと、関数 y イコールマイナス x ですかね。関数 y イコールマイナス x という直線上でこの f の値をこう調べるということをやってます。そうすると実は、この場合には、これ、マイナス 2h の4乗っていうふうに表すことができて、この直線上では、この f は必ず負になると。あ、まあ、h が0から1の間ですね、必ず負になるという結果が得られています。で、一方で、この f の h0 っていう値も考えるんですね。この場合は何かっていうと、これは h0 だから x 軸上ですね。x 軸上で
x を0から1まで変化させたら、これは実は全部正ですよということになっています。ということで、あるところでは負の値を取って、やっぱりあるところでは正の値を取るので、まあ、その00の近傍でですね。ですので、結論として、この f は00では極値を取らないと結論付けられます。ということで、先ほどこの最後の例題にありますように、その今回の極値判定の定理は使えない場合っていうのもありますので、その場合にはまた別の方法で極値の存在判定を行うという点に注意しておいてください。までよろしいでしょうか。はい。ということで、今回はですね、このテイラーの定理の応用としまして、この極値判定の仕方について説明を行いました。特にここでは、その、二次の対象行列の二次形式っていうのを使って、まあ、極値の存在を判定するという方法について説明をしました。で、次回ですけれども、次の説のですね、因関数定理に進む予定です。で、まあ、どこまで進まれるかわからないんですが、とりあえず予告しておくのはですね、4.4 節の括弧2の、関数行列式の一般の因関数定理は、n 変数で n 個の値を取る関数を使いますので、今回は取り扱いません。やるとしても後の方に回します。ですので、2変数の因関数定理を扱ってから、その次には条件付き直角心問題に進みたいと思います。はい。ということで、今日の講義はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。